はい、どうもコミです。いや、2021年6月のアップデート来ましたね。今回のもうアップデートではもう空のユニットがめちゃくちゃ変化してるというか、ドラゴンに、ドラゴンライダーに、ライドラに、バルーンに、新レベル、新ユニット、さらにロケットバルーンですか。もう空が賑わいまくってますね。もう本当に、僕ももうテンション上がりまくっていて、いろんな戦術を試してみてね。あ、これはいいなっていうのも見つかってるんですけども、それはまた今度ね、もうちょこっと煮詰めてから、紹介したいなというふうに思います。で、今日は、インフェルノチャレンジ、これをやっていこうと思います。で、これもうね、いろんな YouTuber の方がもう動画出してらっしゃいます。で、今これ撮ってるのが、アップデが来た、その、日の晩なんですよね。まあ、日本でいうところの翌日の朝ですね。なんですけども、まあ、一応ね、他の YouTuber の方の動画とか見てないんですね。見ちゃうとそっちにこう引きずられちゃうんで。なので、もしこれご覧になって、あ、同じだよってことに気づいちゃった方は、もうこそっとコメント欄で教えてもらえたらなというふうに思います。またね、クリアしない方はこれ多分参考にしてもらうと、まあ、全然多分プレイヤースキル関係なく、クリアできちゃうっていうことと、で、クリアしてる方にしても、こんな方法もあったんだな、ということでね、見てもらえたらというふうに思います。では行ってみましょう。はい、では行きましょうか。ですね、この面で一番嫌なのはとにかくここですね。こっから出てくるペッカ。えぐいペッカが出てきます。一撃8000ぐらいダメージ与えてくる上に、空中攻撃可能、爆破ダメージ、コスビンド全滅みたいな、とんでもないオーバースペックペッカが来るんで、こいつを、どう処理するかがすごい大事です。でペッカが来るのが結構早いので、注意なんですけど、まずは、ロケットバルーン3体でシングルインフェルノを壊してすぐババキンを出します。で、グランドオーデン後ろから出していって、ババキンはジャンプ使ってすぐフィストですね。こんな感じ。で、このね、ペッカが攻撃する前に、これトーム使うんですね。このトーム超重要。で、バルーンからの、はい、これ。ね。この、ドラゴンライダーを使います。で、このトーム中にペッカを倒しきらないと、とんでもない子になっちゃうんで、それが必須ですね。はい。で、こんな感じで、バーバリアが大量にいる状態で、ペッカが突破できたらもう可視確定です。ロイヤルチャンピオンが、これ、フォーミングシールドを使っていって、シングルインフェルノを壊してほしいんですね。ババでターゲット取ってる間にシングルインフェルノを壊す。これでも可視確定ですね、ほぼほぼ。あとは2個、ここにバルーン出して、罠を解除していきながらの、こんな感じ、ライドラ出して、レイジですね。これで、まずこの部分突破していきますと。はい。楽勝ですね。あとはね、もう完璧。ね、こんな感じですね。で、中央アーチャークイーンがいますけども、これクロークを使ったりなんだりしてるうちにアーチャークイーンが、相手のアーチャークイーンもこう倒してくれますんでね。あとはもう普通に任しちゃいましょう。はい、こんな感じですね。OK。で、レイジを使って最後の区画ちょっと加速させていきましょうかね。はい。とどめですね。で、そのまま、まあ、ヒールの呪文はもうオーバーキルレベルのヒールですけども、まあ、とりあえずまあ、せっかくだから使っておこうって感じですね。はい、こんな感じ。で、クリアできます。序盤のやっぱね、ペッカが倒せるかどうかですね。あそこさえ倒せればもう全然よくって、今僕がやった手順、これだけは覚えておいてください。すべてにちょっと意味があって、ペッカをなるべく、呼び寄せるタイミングを遅らせてるんですね。ロケットバルーンでここのシングルを壊した時にペッカを釣るんですけども、これすぐにペッカ出てくると困っちゃうわけですよ。フィスト使ってバーバリアンが大量生成される前に、ペッカ来ちゃうと、フィスト使う、クローク、じゃねえよ、違う、トーム、使う、タイミングっていうのが早まっちゃうんで、トームにかかってるバーバリアの数が減っちゃうんですよね。まあ、そうなんないように、少しね、早めにペッカを、ペッカが来るのを少し遅らせるために、ですね、もう、バルーン3体のすぐ後に、バーバリアンキングを出すという順番にしたと。いうとこですね。ここを間違えないようにだけしてください。ちょっとね、もう一回おさらいしながらやってみましょう。もう一回いきます。ですね、まずはここ。この黒いバルーン3体1、2、3ですね。で、したらババキンを出していって、ジャンプ使って、すぐフィスト、後ろからグランドウォーデン、アーチャークイーンですね。で、こんな感じ。わかりますかね。この大量のバーバリアンで相手のこのペッカを殴っていくっていう。これでペッカをトーム中に倒しきれます。で、これでババが生き残ってる状態でペッカが倒したら勝ちですね。あとはこのままどんどんババでシングルインフェルノのこれのターゲットを取ってもらいながら前進していくと。ロイヤルチャンピオンのフォーミングシールドはこのタイミングですね。ここで打っていきます。これでシングルインフェルノに入るので、このままシングルを壊していくっていう感じですね。まあ、レイジを1本打っておきましょうかね。こんな感じで、おまけで。これ打っても叩くてもいいですけどね。で、ライドラをちょっと幅を開けて出してあげて、レイジ。
この霊視を大事ね。この霊視を使うことによって、しっかりと、耐久砲を、なんだ、この、ライドラが壊してくれるっていう感じ。これ、耐久砲壊してきた。危ない。壊せないかと思った。こんな感じでいきましょうかね。ドラゴン出していって、バルーン出して、ドラゴンライダーも出すっていう感じですね。はい。で、相手のアーシャークイーンとか、まあ、中心部とヒーロー部隊も全部、味方ヒーローが倒してくれましたね。こうなったらもう勝ち確定ですね。楽勝。ゆっくり、あとは、お茶でもしばきながらね、前回までを見るっていう。ね、まあ、ヒール使っていきましょうか。ほいっとね。はい。回復してくれい。ね、でかくなんで回復してもらいましょう。アーシャークイーンも回復するんですよね。こう地味にね。ちょっとずつちょっとずつこうね。この日々のアーチャークイーンってこれどうやって歩いてるんでしょうね。可愛いからいいんですけど。どうやって歩いてるのか少し気になるっていうね。はい、というところでした。簡単だと思います。多分この方法はね、割と意外と簡単。3体、この黒いね、ロケットバルーンをこのシングルインフェルノに当てます。で、ペッカが出てきたらすぐバーバリアンキングを出して、で、ジャンプを打って、で、フィストを使って一気にバーバリアンをいっぱい呼びますと。呼ぶんですね。で、後ろから、グランドウォーデン、アーチャークイーン出して、ペッカが初動の攻撃をする前に、トームを使う。トームを使って、バーバリアンをとにかくいっぱい、フィスト状態で生き残らせるっていうことが大事です。で、ここで、フィストが解ける前に、まあ、つまりバーバリアンがやられる前に、このペッカを倒し切ることができれば、ほぼ勝利確定ですね。それを見計らって、まあ、トームかけた後暇なんで、もう見ててもしょうがないですから、ここね、このマルチインフェルノのところに、通常のバルーン1体出して、ホーミング回収しながら、この、なんだっけ、ドラゴンライダーかな、を、この、大工の小屋とマルチインフェルノにやっていく。ね。まあ、そうこうしてるうちに、ペッカが倒せるので、倒せたなって思ったら、ロイヤルチャンピオンをここに出していく。ね、ここに。で、テスラ3本来るのかな。で、3本目を壊したところら辺で、シールドを使うと、シールドがきっちりこのシングルインフェルノに入ります。で、これにシールドが入ったらもう、あとは目を離してもいいのかな。まあまあ、ちょっと安全見るなら、レイジをこのマルチインフェルノのところに打ってあげると、結構より安定しますね。タウンホールの破壊から相手のヒーロー破壊っていうのが、スムーズにいくんで、ここのレイジ打てるようなら打ってください。で、まあ、なくてもいけちゃいますけどね。で、こっち側、忘れてほしくないのはバルーン2体出して、この辺の大砲のところにたくさんある赤風船を全部解除。それからライドラ2体をこことここに当てるイメージですね。この大砲とこの大砲に当てるイメージで、レイジを当ててあげて、対空砲2本をチェーンライトニングで追っていく。で、もうレイジ当てたらすぐにもう目を離していいんで、こっち側ですね。このアチャ島と大工の小屋、ここに、バルーンを当ててあげて、ドラゴン、ドラゴンライダー、あとは、ロケットバルーンかな。ボンボンボンと当てていく。もうそれでおしまいですね。まあ、作業はすごい簡単なので、あんまり深く考えずにですね、この順番でやってもらえたら、おそらくクリアは、できるんじゃないかなというふうに思います。苦労してね、やらせた方いらっしゃいましたら、ぜひ、試してみてもらえたら幸いです。はい、というところでですね、本日はインフェルノタウンチャレンジ、クリアをやってみました。まあ、自分でやっぱね、クリアしたいって方もいらっしゃると思うので、まあ、これを見てる方はもしかしたらもう、クリアしてるないしはもうどうにもなんなくて、ご覧になってるっていう方かもしれませんけどもね。自分なりの方法を探すのも結構楽しいと思うので、まあ、いろんなユニット、タウンホール14じゃなきゃ使えないユニットがいっぱいいるので、それをですね、楽しみながら使って、クリアをしてみてもらえたらいいかなというふうに思います。ぜひ、楽しみながらやってみてください。では、本日ですね、この辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。またこれからもですね、クラン対戦の解説系の動画中心に扱っていきます。タウンホール12から14、幅広くですね、いろんな戦術の、解説やっておりますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴いただけたら大変嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。では、最後までご視聴ありがとうございました。本日この辺で失礼いたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。